あのビルゲニアね、あれはねもうほとんどいつの世界ですね。悪いけどかなり辛い。日山本チャンネル。はい、皆さんこんにちは、日山本です。今日はですね、仮面ライダーブラックサン、アマゾンプライムですね、1話から5話出ました。こちらの考察をしたいと思います。ですね、僕基本的にこの物事を見るときっていい面をなるべくこう見ようと思ってるんですけど、仮面ライダーブラックサンに関してはですね、ちょっと1話から5話までは非常に厳しいと思いますね。やっぱり最初テーマ性的なところとなく見てて次が見たいっていう風にはならないですよね。で特にネットフリックスとかああいうアマゾンプライムとかって常に終わるときに次が見たいから見ちゃうっていう、そういう面白さがあるじゃないですか。でも、まあ、正直仮面ライダーブラックサンに関してはそれは全然ないですよね。でやっぱりその全体像、まあ、1話から5話しかまだ見てないですけど、見ると怪人と人間の共存っていう、なんかそのジェンダーがどうのこうのって今流行りのものを怪人に置き換えて人間とどう共存するかっていう、そのテーマ性自体がなんかねいきなりこう無理っぽいんだよね。だからそこでねまずうって思っちゃうのと、でやっぱり怪人に人間が変身するじゃないですか。このやっぱね作りがね造形がきつい。もうなんかね洋服着てこう服を着るじゃない、着るのがねもうほとんどなんかねこうひよこ怪人とかなんか虫怪人みたいな、こんな頭でっかいしね、で例えばこんな造形物だし、下手すと本キッキーズの世界だね。そういう感じの造形なんだよね。だからいきなりねこれが怪人ですって提示されてもやっぱちょっとね入りづらいね、はっきり言って。あれ変身ベルトいるかっていうところまで飛んじゃうんですよね。いわゆるあれ浅間山荘事件の前教頭とかの時代の人たちのところから創世王っていう5万年ごとに控えるものを守らなきゃいけないっていう世界から入ってきて怪人ってなるでしょ。みんなねなんかその前教頭の頃の学生ってもうちょっとこうなんていうのかな、こうギスギスしてて痩せ細ってて、なんかもうサバイバルな感じじゃないですか。でもどう見てもなんか帰ったらもう、マンション帰りますみたいな、そういう感じの声っぷりなんだよね。だからやっぱね全体的な空気が作品のその怪人と人間のその対象で共存する云々っていうところからもう空気自体がねもう割れちゃってるんですよね。だからもういきなりこう入りづらいみたいな、そんなところから見ちゃってる、こう入っちゃうからやっぱね見るの辛いね。だから一般人が、僕らほら特撮とか好きだから見ますよ、見ますけど、あれ一般人はちょっときついね。ちょっときついこと言っちゃうことになっちゃうんですけど、あれ大人ものじゃないですか。で18禁のものだから、18禁だから16禁のものでしょ。だから上の大人しか見ないからなおさらきついね。あのカニ怪人ね、悪いけどあのカニ怪人の横歩きみたいな、で最後に泡になっちゃうっていう、わかるよわかるけど、もうちょっとな泡とか CG で入れた方がいいんじゃないみたいな気がしますよね。あれってね基本的なその作りとしてはもう初期の仮面ライダーの作りですよね。でもあの頃は50年前は許されるけど、今18歳以上大人ものドラマであれはちょっと許されないと思うよね。あのビルゲニアね、あれはねもうほとんど本気っていうの世界ですね。悪いけど
かなり辛い。で、あの嘘なんだけど、ほらストレンジャーシングスとか、あとウォーキングデッドとかって完全に嘘じゃないですか、世界が。で、ほらモンスターとかもストレンジャーシングスとか出てくるからね。でもね、なんかね、モンスターっぽいんですよ、嘘なんだけど。本当にね、怖いの見てて。うん、でもあのブラックさんの場合はほらベタ当てで丸々見えだから、あ、この辺ラテックスみたいな、なんかそういう感じがもう分かっちゃうっていうか、そもそも、うん、あのクジラ怪人とかちょっときついよな、今のセンスだと。なんかね、あの他にいいとこ、なんかね、アクションも別になんか新しいかっていうとそうでもないしね。うん、やっぱね、そこはね、ちょっと辛い。はっきり言うと。だからね、なんか、普通ほら、僕はね、皆さんもそうだと思うんですけど、ネットフリックスとか結構見るから、逆に言うとね、僕、韓国ものってあんまり見たくないんですよ。なぜかっていうと、面白すぎちゃって寝れなくなっちゃうじゃないですか。だから、次の回、あ、やべ、あと30分、あと40分、次見ちゃおうかなって言って、見て、なんか朝になっちゃうから、みたいなことがあったから、見ないんですよ。なるべく面白すぎちゃって。だから、見ない二通りがあって、面白すぎちゃって見ないっていうパターンと、つまんねえから途中でやめちゃうっていう二パターンが、あの、ネットフリックスとかっていう、あの、ネットのドラマってあるんですよね。だけどやっぱね、あのライダーはね、仮面ライダーっていうブランドがなかったらね、見ないな、はっきり言って。まあ、いいところといえば、まあ、いっぱいいい俳優が出てる、まあ、それはそうなんだけど、やっぱね、中でも良かったのは、僕はこの伊能遥さんっていう女優さん、この人はなんかこう怪しげな誘惑感みたいなのあったりとか、あとこうなんていうのかな、誘惑する男の人なのを誘惑するんだけど、なんかああいうのってこう全教頭にいたじゃないですか、一人女の人は。なんかそういうああいう感じでこう仲間をこう誘惑してて、そっちに流して、思想を流していったのかなっていう感じはしますよね。だからこの伊能遥さんは僕はすげえ良かったなと思いますね。まあそんなことなのであとどこがいいかなっていうと、まあ、造形も別にね、すげえ良かったってわけでもないし、やっぱね、あの変身ベルトだよな、いるのかなみたいな。だから変身ベルトがあることによって二段変身なんだなっていうのは5話目で分かるんだけど、うん、そう、あとね、分かんないのがキングストーン。キングストーンってこう体に入ると改造人間に、怪人になるじゃないですか。だから怪人って自然発生するもんじゃねえのっていうことだと思ったら、どうも違うみたいなんですよね。だからね、あれだから創世王が亡くなって、ブラックさんがその後を継ぐ、要するに後目争いの話なんだけど、やっぱり前のブラックでも、なんかそういうのがこうストーリーラインとして次どうなるんだろうっていうのにつながってないんだよな。だからはっきり言って、いわゆるあのネットフリックス、アマゾンプライムっていうストーリー的なドラマとしては、まあ、うまくいってないねと僕は正直に思いました。だから逆に言うと、昔やったショッカーってすげえありっぽい話だったんだなと逆に本当思いますよね。だってほら、秘密結社、裏で働いてる秘密のなんかこう謎の宗教みたいな連中がナチスのね、力を使って改造人間を作り出して、その科学を使ってみたいな、なんかありそうじゃないですか、今は特に。だけどやっぱりいきなり創世王がこうやって出てくると、こらねえだろって感じはするんだよね、やっぱし。やっぱり SF ドラマとしては、まあ、SF ドラマっていうか人間ドラマなんだけど、ちょっとやっぱりなんかした方がいいと思いますね。まあ、次の5話、また、期待してみたいと思います。今日は仮面ライダーブラックさん1話から5話の考察でした。よかったらいいねと、それから登録を押してください。よろしくお願いします。